そこに残ったものだけきっと素直に受け止める。運命的って言うじゃない、それ簡単に言うて嘘じゃない。インスタントにできるなら全ては君の思うまま。裸のままの王様は頭の中王様だ。 Let's play, enjoy, 意味わかんない。すれ違う道に迷って自己紹介お願いします。はい、キュアキャンディーの緑色担当宇多田タネです。よろしくお願いします。お願いします。かわいい。はい、キュアキャンディーの白色担当水瀬ひゆです。よろしくお願いします。お願いします。はい、キュアキャンディーピンク色担当三栗アストルです。よろしくお願いします。お願いします。赤色担当関新明です。よろしくお願いします。お願いします。はい、青色担当しどめです。よろしくお願いします。お願いします。はい、キラキラ色担当ゆずこです。よろしくお願いします。お願いします。紫担当あせたんです。よろしくお願いします。お願いします。パジャマ、はい、パジャマ、イエイイエイ、パジャマイベントですよ。イエーイ、パジャマで、ガチでさ、なんか夏祭りにいそうやな、コウ君。あ、わかるわ。確かに。じゃあのちゃんとサンダルで来たからな。と思ったらもっと上がいいって裸足やったわと思って。汚いですよ。やられて見せるんじゃなかった。死ぬ。裸足すごくない？痛くない？やばいやばい。裸足すごいな。見て、やばくない？やばいよ。起きたて？見たい。やばいよね、ちょっと待って。はいはいはい、一回、そうだね、ヒル話したいことあるよね。僕も話したいことあるんですけど、一回触れていいですか。いいよ。なんか、あれなんか奥の方になんか海外の赤ちゃんいますなんか、マジで死ぬ王族の子供だよね。なんか王族だよね。マジ。はい、怖い、めちゃくちゃ怖い。でもおそろにしたかった夢と、なんかさ、夢がさ同じやつさ、買うってリップくれた。あ、言ってた。うん、でいざ見たら、パーコみたいになってるやん。何これ、本当に。でもこれ可愛くない？
え、可愛いけど、うん、可愛い。これノルディのやつやねん。これひゆくんのです。そう、僕のです。それ僕のパジャマ、マジで放送事故なのしかないから無理だった。え、実際どんな感じなんですか。え、僕、はい、あれタンクトップにパンツ一丁。あー、それで着てほしかった。僕も本当は全裸で着たかったんですけど、ね、え、ちょっと今日本当に僕あれなんですよね、10分前ぐらいに家出たんですよ。ほら、で、僕昨日オールしてて、で、一睡もせずに今日来たんですけど、うん、さっきちょっとベッドの上に座ったら気持ちよすぎて寝ちゃって、あるよ、ね、本当に出番30分前に起きました。よく間に合った。これ結構ガチの寝起きです。でもパジャマコーデっていうさ、今日のなんかテーマにザ寝活からね、ザそうパジャマって感じ。パジャマやってほんま良かったね。そうそうそう。これで衣装とかだったら終わってるんですよ。終わってますね。で、かわいいな、それなんて言うんだっけ、その、あ、違う、髪型の名前はないか、ちょんまげ方の、これ、うん、夏のカブトムシ第二形態。皆さん、一回…すいませんでした。帰りませんか。昨日からマジで、ずっとしらけと…え、てか、え、昨日プリクラ撮ってきたんですけど、見てくれました。僕のプリクラ見たよって人…見てない。え、あれ、あんまおらん。視聴率ゼロ。ゼロです。見たろ、反応しろ。そう、ちょっと気まずいからこの話変えよう、早く。後で見るわ。サトル可愛くない？可愛い。可愛い。なんか可愛い。何だっけ？それ何？すぎてやばいです。これ何それ？パクマンのパチモンみたいな。パチモン。パチモン。なんかキャラクターとかではない？さっき、あ、キャラクターです。わかんないです。ニョロニョロじゃないの？ニョロニョロっぽいです。目が。ぽい。え、そう、なんかさっきあそこ階段来るとき、ちょっと気まずいたの分かってます。うん。なんか血出てきました。大丈夫？めっちゃ痛い。かわいい。マイクあるから、めっちゃいい笑顔なんだよ。かわいい。大丈夫そうですか。それでは、そうそう、次の曲お願いします。はい、重い。よく言えました。できました。重い。その変化に気づいた瞬間、体を寄せたら引き込まれそうで、見えてた世界が変わった気がした。他に恐れて進まぬ関係、自分の弱さに嫌気がさせた。前に進もうよ、分かっているんだ。一緒にいれたら何より幸せ。We'll be right back.
キャンバス。まだまだこれからなんだ、過去は力に変えて。ありがとうございます。ありがとうございます。暑い、ね、なんかさ、これ誰前目のかな、くのみちゃんかな。ピン落ちてるけど誰か違う。それ違うな。あ、違うか。あれ誰かつけましょうか。誰かつけましょう。なんかさ、パジャマね、今日俺通販で買ったんですよ、うん、でもメンズのパジャマって全然可愛いのなくて、うん、必死にこうモコモコして探したんだけど、踊ってるとなんかお腹出てきちゃうんですよ。でそれはパジャマじゃないですけど。違う？違うの？すごい奇跡だと思うよ。アキラくんがここまで誰にも突っ込まれてないの。でも本当はこういうところありすぎでしょ。本当はジェラピケで行こうと思ったけど、一、うん、回チェキね、俺特典会パジャマでやったことあるじゃん。あ、うんうんうん、衣装可愛い。あ、だからってことね。そうだからこっちにしようかなって思ったんだけど。うんうん、これガチの学校のやつよな。そう。でも違和感ないらしいね、多分。でも本当に赤色になる運命だったんだね、マジで。ガチ。だってずっと赤じゃんね。そうなん。でもアキラ君今日クロックスなんだ。いやクロックスよ、もうそれはパジャマやしな、やっぱ。俺コンビニ行くとき大体こういうし。
めちゃめちゃイケてるわ、この格好でコンビニ来られたら。あきらくん、今日のパンツの色何色っすか？パンツは黒やな。今日黒？ねえ、タロちゃんも真っ黒なの。ねえ、タロちゃんも真っ黒だ。俺も真っ黒なの、今日。見て。大体黒じゃない、パンツって。え、やばくない？黒やわ、自分も。全員色真っ黒。黒じゃない。して黒じゃない。何、え、何色っすか？ちゃ、赤、ちゃ。色とかじゃないんだよね、なんかもう。色だよ。幾何学、幾何学なの。この流れでさ。なんか GU とかに言ってた。いいの、こんな映像に残してこんな姿。確かにそうだよ。今日何、何ヒユ、何何ヒユ残るよ、今日今日残りますから。何何、え、ちなみに今日パンツ黒の人、はーい、あー今一瞬上がった、今一瞬上がったね、誰、今一瞬上がった、上がった、イエーイ、これ映像残ってるんですよ。やめや、ほんまに。えぐいわ、普通にアイドルやからね。すいません、すいません、すいません。でももうパジャマイベントなんてないですからね。だからもうあと3回ですよ、今日含め。やばいですね、ガチ。あ、次は24ですね。次24でね、吉祥寺シータですよね。はい、ですよね。え、シータ、え、ね、またシータ、シータ、あれ、吉祥寺シータじゃなかったっけ。シータだと思う。あ、シータ、え、この間シータもう最後や、悲しいだよね。シータ最後って言ってたよね。もうこのツタヤ会えないのかみたいな言ってたの。あのツタヤめっちゃ好きなの、僕ら。焼き鳥もめっちゃうまい。え、あの焼き鳥うまかったっすよね。もう一回食べれるってことよ。え、焼き鳥わかる、ヒューが。わかる、あの階段降りたとこでしょ。あれバリうまい。あそこさ、あの物販終わってさ、あの撤収して食べようと思ったら絶対シャッター閉まってる。うまいな、早すぎる。あれどんな罠なん、本当に。物販前に買わなな、やっぱ。そうそうそう、そうだね。俺らそうやったっけ。そうだね。でもレニーさんも今日でね。そうだ、今日で最後です。ラストだね。ああ、ラスト。僕たちキュアキャンディーとしてね、来るの最後なので、はい、ちょっと目にこの景色焼き付けてね。あのシャンデ、シャンなんだっけ、デリア、デリア、シャンデリアとかね。デリアだよ、うん、あれ、 お土産に持って帰りましょう。じゃあ、そうやな。重そうやね。あり、レニー好きだよって人。あーい、あんま、そう。めっちゃ音質超いいけどな。マイクとかな、伝えやすいね、めっちゃつ良くない。いいですよね、広いしね。伝えやすい、そんな広いとこ使わせてもらって、撮影本当ありがとうございます、本当ありがとうございました。はい、じゃあ最後の曲いきましょう。やります、はい。やみ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 、 How are you doing? ショーの幕を開けよう。音のない後ろ姿が寂しげに街をさまよう日々。どんな表情してるんだろう、僕に見せてくれないか。ほっといて一言、こぼれる雫を。ほっとくなよって DNA が叫び暴れ出す。部屋見朝を迎えに行こう、二人きり。あの笑顔が一番だよ。忘れたい過去は食べちゃうから、打ち明けて半分欲しいよ。 Hey, やみ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 、 How are you doing? 本当の君、あ、間違えた。空白の過去を埋めて行こう、頼りない、でも冷やかしじゃない。言い訳はゴミ箱に捨て、信じて飛び込んでみて。やまない雨なら僕が傘になる。ざわめく空見上げた頃、瞬く星々。Hey, やみさよならからきっと始まるんだ、砕けしたハートのパズル拾い集めてさ、新しい旅一緒に行こう、童心のままで。突然な出会いの喜び悲しみ全部全部繋がしんばし、朝を迎えに行こう、二人
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。パジャマめっちゃ踊りやすくない？気持ちいい。今までで一番踊りやすくもめっちゃ気もないからガチ。あと3曲する。怖すぎてそんなやるん？めっちゃやばいです。やば。あ、すいません。はい、この後なんですけど、はい、主演後物販あるんで、初めましての方もいつも来てくれてる方もぜひよろしくお願いします。お願いします。あ、次の告知は？あ、次の告知24日ですね。はい、シータで、シータミニッツ吉祥寺シータです。ミニッツのさんで、ミニッツなんとか、ミニッツので、そこのやつ、あとラスト2回のラストワンマン対バン最後ですね。そうです。それ大事。2月26だよね、はい、あれ今日って、はい、2月26日に新宿マーズで僕ら、キュアキャンディの、はい、ラストライブ、ラストライブ、はい、はい、解散ライブですね。解散ライブするので、はい、解散、ぜひ解散します。解散、はい、もうほぼ解散やん。ちょっと解散ライブは本当に来てほしいです皆さん。はい、活休何曜日だっ て26って土曜土曜日ですね。土曜日ですね。土日なので、あの本当平日来れない方はね、ぜひみんな来てください。お願いします。はい、お願いします。それでは僕たちがキャーキャンディでした。ありがとうございました。明日誕生日なのでぜひ取りに来てください。バイバイ。おやすみ。